まあ、冒頭ね盆踊りの動画を見ていただいたと思うんですけど、ね、まあ、あれは前日だったんですけど、うん、今日8月16日はサガン鳥栖戦ですね。今宮野さんに来てて、メンバーとかは、うん、言えないけどベンチ外の選手でもこんなに充実してきたのかっていう嬉しさはあるね。みんなコンサート選手だもんね。そうそうそう、当たり前だけど当たり前。あの練習生のキング君はいつまでいるのかな。え、移籍ってさ、うん、期間決まってるよね。移籍ウィンドウね、あと数日で閉じる、2日ぐらいで閉じる、はい、今日はねバカ横選手スタメン濃厚、うん、スタメンというかベンチ濃厚ということで楽しみですね、それも含めて、ということで今日は朝練習を見に来て、で昼にうどん食べにこれから行って夜に試合を見に行くという形になりますね。ウイスキーモナカ、ウイスキーのボトルになってる。いただきます。うんま、早く食いて。琴仁駅初上陸ということで、どうもコンサドーレの古山口県の山口です。うどんです。うどんです。星野くん今日、星野くんは今日は今はいません。夜来るね、試合ということで。テイに来たらもう行く場所は1個しかない。テイにじゃねえや、琴仁。あれ、まあまあ、俺さっきテイにって俺さっきテイにって言った。いや、わかんない。手打ちうどん、うどん亭というところに、ね、よっしゃ行きましょう。もううどんちゃんですから我々。よっしゃい。ここ3分ぐらい。あ、なんかね、うどん亭の店主の方も動画見てくれてるようでして、うん、あ、そうなの、うん、ぜひ来てくださいと言っていただいたので、今回は初めて行ってみましょう。やったー。多分ね、もうみんな結構馴染みあると思うんで、行ってる人結構いると思うんで。入れ芝のお店です。高いうどんが有名っぽい。あ、そうなんだ。煮込みうどんが一番多い。マジで徒歩3分ぐらいで着きました。イイ。うどんって創業48年なんだ。どれどれ、煮込みうどんが美味しそう。夜間の中に入ってる。鍋焼きうどん、カレーうどん、あ、ピレ辛担々うどんいいね。麺でうどんって読ませてる。ユニークだな、ウーバーとか。これ SNS 頑張ってたもんね。入りました。うどんの種類がめちゃくちゃありますね。このあったかい、これ道知事の鈴木直道さんもおすすめしているこのお店。鍋煮込みだったり、パイみたいなんて言われる。ピリ辛担々うどんね、さっきあのポスターみたいなのにありましたけど、それを頼んでみました。カレーうどんも美味しそう。ご飯とか定食もある感じです。ここにねサインとかもいろいろありますけれども、選手たちもよく来ているということですね。俺の頼んだピリ辛担々うどん、うどんなんですね、この中に入ってるのは。来ました、いただきます。あったかいのと冷たいのを選べるらしいね。麺がうどんベースの麺を使ってるから、うん、いつもの担々麺とそこが違うやん。違う麺なんだよね、うん、だから世界に一つしかないです。担々麺でうどん使わんよ。まあそうだね、ラーメンの中華麺だもんね。あなたの頭が映ってる。あ、結構ね、赤い。でもそんな辛くないよ。あ、ほんと？ラー油で足せるよ、うん、辛み。辛いの苦手な人でも食べてる。いいね、いいね。うわ、熱そうだもんね。なんか夜間みたいに入ってるのが面白い、ね。これなんだ、天かす。天かすっぽい。ふにょふにょになってる。うわ、すげえ。うん、熱々ちゃう。めっちゃ熱い。美味しそう。これが定番だからね、うん、みんなこれ頼んでね。そう、悩んだらこれ頼もう。一番押されてたし、なんかわかんない。え、なにこれ、なんかすごくない。コンサドーレ雑誌、観戦ガイドとかもある。オフィシャルガイドブックみたいな、選手とか載ってるやつあるの。この中身なんだと思う。あ、これか、バックナンバー。月刊コンサドーレか。懐かしい、コバニーが。コバニー、去年の若くない、なんか去年のマリノス戦でゴール決めた。コバニーめっちゃ。バックナンバーですね。金子だ、金子だ、シュンタだ。シュンタもいる。シュンタ濡れてる。シュンタ濡れてる。すごい、こんな分厚い。すごいね、コンサドーレ。いいね。うどんで煮込んでる間にこういうの読んで楽しめるね。うん。グリーンタイムライフパートナーさんって出張買取不要なものがあれば何でもお見積もりさせていただいて、納得していただいたら買取させていただくように。じゃあ福住駅着きましたね。あと1時間半でキックオフです。そう、サガン鳥栖のサポーターの方もチラリホラリと、飛ばないやつはサガン鳥栖だなと。このネタ知ってる人いるか分かんないけど、久々の札幌ドームです。うどん市はいつぶりだっけ。ドシャツ最後はエスパルスを沈めたぶりに来たね。そう、去年なんだかんだ行けてないよ。ああ、しか行ってないから。あ
そっか、去年は集めてきたのか。だから今日は沈められないように逆に、マジで今日勝たないと、今日勝たないとやばい。そう、ずっと言ってるけど、あ、そうだそうだ、2ヶ月ぐらいそろそろコンサの話しないといけないけど、うん、ちょっとやばい、今日勝たないと。引き分けでもきつい、もはや。あとなくなってきた。今日は夜7時半開催ですので、仕事にない、仕事にですね。ついにマクドナルドできたのか、はい、ここ。もうやってるよね、多分な。うん、いい溜まり場になるやろ。選手はいないよ。杉さん食ってないから、20年間揚げ物、うん、ちょっと風が強いんですけど、札幌ドームではないです、ここは。ダイワハウスプレミストドームです。ダイワハウスプレミストドームやってから、私は初めての試合。ダイパリメイクではない、プレドミスドプレドと呼んでください。はい、じゃあプレド入っていくんですけど、はい、スタメンのメールが来たので見ていきます。杉さん、高尾くん8、あ、パクミンギュ、よっしゃ、ディフェンスで。前回ねめっちゃ走ってくれて、よっしゃ、あの全 J リーグの試合のスプリット数1位という結果を出しました、パクミンギュ選手。ナイス、近藤くん、大崎くん、えい、青木ちゃん、ババ、小町、浅野、武蔵。今日控えに、うん、勝つ、いるよ、勝つ。よっしゃー。スタチョークが戻ってきました。よっしゃー。で、小玉くん。小玉くん。好き。で、この暴力2人。誰？サンチェス、アマドゥ、バカヨコ。楽しみ。このね、外国人2人、フォワードが非常に楽しみ。なんか毎回、そう、サンチェスがここに3試合ぐらい、まあ俺らも試合見たけど、うん、出てるけど、出た時の拍手とか歓声がすごかった。ダゾーンで見せたらね。期待値が。うん、なんか変わってました。札幌ドームじゃないね、ウェルカムというプレミストドーム。うん、かわいい服。アビスパ福岡とサガン鳥栖が試合するときは、まあ、ダービーなわけなんですけど、うん、九州ダービー。その時で煽る歌っていうのがあって、福岡が鳥栖を、飛ばないやつはサガン鳥栖、みんなそこでジャンプするっていうのがさっき。飛ばないとサガン鳥栖。コメント欄でこいつ飛んでないからサガン鳥栖。わあ、かわいい。みんな、あ、サンチェスいる。サンチェスいる。ひろきちょっと避けてる。長年の付き合いですか。ソルある。あ、ソルある。それは絶対仕事してない。絶対ふざけるやん。ふざける。絶対有給使うのうまいやろ。上がるね、やっぱ札幌ドームは。うん、うん、まだ入ってないけど、マーベイも団結力あっていいところはあるけど、やっぱホームでしょうっていう。金銀マドレーヌ、金銀マドレーヌで金時、本当に見た目は一緒やね。めっちゃうまそうだわ。あ、はるか喋ってる。よし、来た。行きましょうか、とりあえず。こっちです。ここ。いつものゴール裏です。そういう感じで入っていきますけれども。おお、混んでんな、今日は。飛び出してた、ここから。え、危ねえな。今日はここからということで。ここの席のメリットは、まあ、まず足結構伸ばせるっていうのと、あとダイナミックに喜べる。バーって前行っても危ない。そのね、こういう席だと前行ったら前の人に迷惑かかりますから。いや、ここ花道ダッシュできる。ステージ降りで花道ダッシュ、うん、白井ハルトのやつナルトになってる。え、ちょ、待って。あ、本当だ。おー、ハルトがナルトになってるよ。伝わるか、開けてるわ。誰やろこれ考えたの。これアイデアだし、めっちゃ楽しそう。じゃあちょっと今日は配布のユニフォームがあったので、ちょっと着替えてきて。見して。8月は毎回配布されるんだけど、うん、大きいドーレ君、大きいドーレ君、少しかわいい、大きいドーレ君。中は、あ、いつものダイヤモンドヘッドさん、イエーイ。通気性抜群ちゃう。抜群だね、これいいよね。でもその首開いてる方が前じゃない。うん、あ、本当だね、これは。あ、前後ろちゃんとあるわ、うん、いや、札幌の後輩この一戦にありだな。毎回そうだよ、私。あの垂れ幕っていうの、あれめっちゃ好き。うん、こんな感じで皆さんこれ着て応援しましょう。はい、ひろきの物撮り慣れてる感すごい。あ、それぞれのふるさと納税の返礼品みたいのがあるってことですね、うん、ちょっと前、千歳市は何、いくら、ルイベ、ハマトンベツ、ホタテだ。西ではアワビか、ウニじゃないか。あれ、ハチ2人いる。ハチ2人いる。掛け持ちしてる。あ、ヒロキも2人いる。スラちゃんも2人いる。あ、本当だ、掛け持ちしてるわ、みんな。スプレスのなんとかマッチっていう感じで、スプレスさんっていうのは今年からかな、スポンサー、でかいスポンサーになっていただいた、ふるさと納税の中間事業者っていう感じの会社らしいですね。もはや定番となったスタメンボード。まあ、先ほどね、スタメンは言いましたけれども、こんな感じのラインナップです。北海道が涼しすぎてやばい。ありがたい。幸せすぎ。汗かかないもん。うん。だって今6時半だけど、6時半ですらもう外歩いたらダクダクだもんね、汗。うん。日落ちるまで動けない。ね、めっちゃ嬉しいし、こんな涼しい中、こんなねビアガーデン、まあ2時とかからやってるらしいんだけど、できるのはね、ここしかないですね。すごいよね。ね、ということでソウル行きましょうか。はい。クラスコダイニングソウル。いい笑顔が。いい笑顔。
なんとか串みたいのがあんねんな。いつもに増してちょっとこれが気合い入ってるね。隣のやつより熱くなれ。マジでこれ隣のやつより熱くなるぞ。いいねここ。隣ってめっちゃ綺麗。隣の G 綺麗だ。私の G より綺麗。あと創設者の石水さん、グリーンタイムライフパートナーさんって出張買取毎動画の概要欄に載せてあるのでチェックしてみてください。お願いします。ホルドン奥行き結構でかい、うん、ちょうどこの晩飯前にちょうどいい。クリさん笑顔でよかったね。めっちゃ笑顔だった、うん、あと5分でスゲさん来る。スゲさん、こだまくん、通るときやばい。おお、すげえ。おお、すげえ。よし。ちょっとバカ横見たい、バカ横。バカ横だ、バカ横。あ、近いよ。バルセロヒア。奈良原ってさ、なんか言う。奈良原って誰だろう。知らないな。名前だけ奈良原で間違ってる。奈良原で会ってる。あ、マジ？河合健太辞めてる。マネージャー。監督？河合健太解任すんなよ。よ、来た。我らが北海道。ゴーサロー。
三国行きに乗車して約12分、北洋堂鈴木菓子店様、2024年にリレーションシップパートナーに初加盟。お菓子がいろいろ並べられているんですけれども、一目置いたのがこのウイスキーモナカです。かなりね歓迎していただいて本当にありがとうございます。合流よく間に合ったね。試合からって試合10分前に並べて、あーちょっと来てくれてますね。もう上司大丈夫かな。どういう流れで行こうってじゃあもう元々いつか行きたいなって話してる。あーそうなんだ。でも今日 俺チケット無料。え、チケット無料配布されたのゲットした。あ、マジっすか。羨ましい。今日高かったから。プレミストドーム高かった。プレミストドームやってからめっちゃ入ってるね。やば、平日の割には。あれ新幹線あれっすね。そう、あ、バカ横、バカ横めっちゃ盛り上がったよさっき。そう、今日スプレスなんですよ。あれスプレスの、うん、ひばりが分かったんですけど。あ、そうなの、うん、よく知ってるね。ジムの近くでしょ。ジムの近く。ジムのボクシング行ったぞ。スプレスの本社もう行ってないですよ。うちも最近行ってない。ダサとかじゃないから。半端とかじゃないから。振られた瞬間行かなくなって。振られた瞬間、違う彼女に振られた瞬間ジム行かなくなって。あんま言うな、バリダサいやん。キラちゃんに行かないで。ああ、名前を出すな。これ P 入れないから。 P 入れないけど。恋愛が J3 の男。え、スターティングラインナップ変更の知らせ。え、え、珍しい。こんなないよ。え、アップで怪我したしかないっすよね。さっき朝の普通にアップしてましたもん。マジそんなことあんの。大阪のうどんのぼやき。そう、今日宮の沢で練習見て、うん、そのあとあのパンサーできるじゃない、はいはい、もう全然ダメだったね。あの近寄ることもそうできなかった。そう、うどんさんちょっと緊張してて宮の沢でパンサー、うん、そうそう全然ダメだった。行くよって言ったら、いや私はいいよ。なんか意味わからん見え張って終わった。映像変わってるよ。え、いつと、え、先見月と。あ、ほらほらほら、すごい気合入ってる ね。タオル持ってる。あ、タオル立つわ、後で勝つかっこいい。ちょっとバブ見合った、うん、かっこいい映像。俺メルカリで買ったんだよ。ちょっとこれメルカリを一旦バウンドさせてるから2500円。おお、近い。朝通り、この中にこう練り混ぜてる。いただきます。はい、なるほど。甘いもの苦手な人ほど好きかもしれない。あんこの甘み、ウイスキーの苦味と独特の風味で抑えてくれてる。塩梅がマジでちょうどいい。めっちゃうまいこれ。全部俺の痛かったこと言ってるから。もしな、戻って前に店長と二人で前半の総括しましょうか。はい、前半総括。前半総括。いやー、3-0っすね、まずスコアは。まさかの3-0っすね。びっくり、びっくり。久々、何年ぶりだろうっていう。いやー。ね、今年は特に厳しかったから、はい、そうそうそう、楽しいな。いやもうそう、ベストメンバーだってのは今日のスタメン見て分かったと思うんですけど、まさかここまでやってくれるとはっていう。いや最高、狛江が最高です。狛江がさすが狛江さん。狛江さんが相手のちょっとディフェンスも緩んでたところ、イエローサンバリー、イエローサンバリー飛ぶようになった。
マジっすか。これじゃなくなった。え、これじゃなくなったの。あーれーあれーあれーじゃなくなった。あれー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 名前が入ってるのと、シーズン終盤に近づくと落ちていく真っ最中なので欲しい人がいっぱいいる。めっちゃ同じこと思ってゴールちっちゃくない。いやゴールちっちゃい。バカヤマがでかい。バカヤマがでかいけどゴールちっちゃい。パギは PK 得意なんですよ。本田君すごい。本田君やばい。絶対なんか起こしてくれる。どう見ても PK のファンとさあバカヤマさんの PK。 バカヤマさん予想短いから分かんない。いや分かんない。読まれやすい。パンチャーパネンカかもしれん。うわちょっと白井くんがやっぱり。うわ白井くんだ。ナックルナイスだ。ナックルナイスだ。グリーンタイムライフパートナーさんって出張買取マイ動画の概要欄に載せてあるのでチェックしてみてください。お願いします。何のせいで響かせろ。本当に嫌いになりそう。マジでな。通常運転だ。通常運転。あ、バカ横。来日初ゴール。でそれでポグバの方が似てない。あれ社長、あれ社長、社長です。なんかツイッターフォローしてるわ。あの綾様からスクレスおすすめ。お挨拶する。あ、マジっすか。あ、そっか。会社関係で仕事を関係。あ、そっか。会社関係で。お勉強スクレスあるって言ってた。MVP 賞に輝くのは。チェック。ありがとう。チェックありがとう。ほんま、プレスありがとう。ジョーディ・サンチェス、ジョーディ・サンチェス、アマドゥ、アマドゥ、バカヨコ。めっちゃ似合う。これ初なんだけど。最後まで戦え。
終わった盛り上げてすごい、いいね、空気いいね、空気あー、というわけで、月の来たあー、ラーメン食べて今、最高の気分、なんかさっぱりしてる顔が勝ち切った、勝ち切った勝ち切った、マジで12時半遅っ早く寝ます。はい、疲れ様です。いや、今日の週マジで良かった。俺3対2の時マジで絶望してた。あー、マジで、でも明日3失点は許せないね、うんもう喋れなくてお腹いっぱいだから、コンディションの数を食べたから、食べたから次、ジュビロ与太戦絶対勝ちましょう。次もバカウケよかったな。バカウケちゃうわ、バカウケよかったな。したっけ、さよなら、バイバーイ。